ハロ君がミッションを検索してくれてるから次のブレイクミッションを選んでいこう。このブレイク修正を完了させれば私たちはオデッサ作戦に戻れるのよね。大丈夫だとは思うんだけど。 AI なんだからそこははっきりしなさいって。本当にわからないんだよね。管理システムにブレイク現象の拡大規模を確認中なんだけど、まだ回答がなくて。この間に次のブレイクミッションの舞台ガンダム・バルバタスが来た歴史について説明しておこうかな。自律型無人兵器モビルアーマーの暴走から始まった厄災戦が終結してから約300年後の地球圏 PD ポストディザスター300年代のお話。というわけで今回のミッションは鉄火団の一員として地球に降下することになるよ。火星の自治権を得るためにアーブラウの元代表まかない東吾之助さんを本会議場に連れていく任務だね。なるほど。元代表の再選に協力して火星独立運動にアーブラウの後ろ盾を得ようってことね。その本会議場の場所はエドモントンっていう土地だよ。治安維持を担うギャレルホルンは武装した鉄火団やまかないさんを町に入れたくない。裏で対抗馬とつながっているからなおさらね。私たちの宇宙世紀ではジオンの独立戦争、どの歴史でも戦いが起こる原因は似てるのね。その中心にはいつもガンダムがいる。これは偶然なの？私たちの位置は。団長さんから通信つなぐよ。聞こえるかミカ、今から最後の攻撃に出る。うん、分かった。かなり危険な賭けになる。どうしたってそれなりの被害は避けられねえ。あいつらにそいつを押し付けなきゃならねえんだ。俺はもうオルガに賭けてるよ。最初のあの日から。俺だけじゃないよ、みんなだってそうだ。みんなオルガに賭けてる。だからオルガも賭けてみなよ、俺たちに。鉄火団のみんなに。鉄火団のみんなにか。すまねえ小隊長ユノ、お前たちも敵を引きつけてくれ。俺たちは計画通りまかないのじいさんを連れてエドモントンの議事堂へ向かう。了解です団長。敵を減らしつつ支援に向かいます。俺も邪魔する奴らを潰してそっちに行く。オルガの道は俺が作るよ。ありがとなミカ、頼んだぜみんな。よーし、ここは鉄火団として頑張ろうね小隊長。ちょっとまずいね。ブレイク現象の影響でミッションがおかしい。私たち以外の鉄火団員が確認できないんだよ。え、じゃあ前線にいるのは小隊長と三日月くんだけ？そうなるね。もう何が起こるかわからない。小隊長さん、エドモントンの町へ急ごう。かわせるか。
だ。ということは、まさか別の歴史から？そう、宇宙世紀ともまた違う時代。町に攻め込まれたら鉄火団の計画がめちゃくちゃになっちゃう。小隊長さん、全滅させて。ここでリムーブしなきゃ。ここで全部終わらせる。ガンダム・バルバトス、間違いない。ホワイトベースを襲ってきた。うん、ユノ、何？そうか、今は同じ団員なんだ。援護をよろしくね、三日月くん。ああ、こいつらをオルガのところへは行かせない。残らず全部潰す。三日月くん、ガンダム・キマリスは？何それ、知らないけど。やっぱりブレイク現象で全てが全て。まだやれるぞ。奴は全部敵だ。違う道を選んだつもりだったのだが、今はこのエピオンを使わせてもらう。正気か、奴らこんな街中にモビルスーツだと。あれがガンダム・キマリスってやつ？違うよ、これはガンダム・エピオン。アフター・コロニーの歴史から来たガンダム。ここはニューポートシティではない。へい、こんな時に。しかも乗ってるのはヒーロー・ユイ君じゃない。ライトニング・コーンと6番目の男、ゼクス・マーキス2級特佐だ。あのモビルスーツは未来予測で最短の戦略を導き出すシステム・エピオンを搭載した。いいよそういうの、敵だって分かればそれでいい。最強の敵として認め合い戦う、この申し出を受けざるを得まい。ガンダムのパイロットとして。だからいいって、そういうの。どうせあんたは消えるんだしさ。ガンダムを一目見た者は生きて戦場から戻れない。そんなジンクスなど。別に見たって死なない。ただ鉄火団もオルガの邪魔になるなら消えろよ。トレーズが作ったこのエピオン、君が勝利する未来は見えないがな。未来？ごちゃごちゃとうるさいな。
操縦者に未来を見せるシステムエピオン、そしてモビルスーツと操縦者を直結する荒屋敷システム。この辺りのデータが干渉し合ってるのかな。そんなものがどうしてガンダムにだけ。いえ、ガンダムだからこそなの。邪魔だね。ガンダム、私の挑戦を受けてくれるな。敵だらけだ。その目で見るのだ。戦いがいかに汚く卑劣であるかを。遅いな。その程度全力で戦ってもらう。避けない。そうか、エピオン、ここは我々の居場所ではないというのだな。何だったんだあいつ。そうだ、オルガは。バトラー、三日月くん、サクラ、ブレイク修正ってこれでいいの。残念ながらまだだよ。この修正ちょっと重たくなるかも。あの赤いガンダムのことね。アフターコロニーがどうとか。まさにそれだよ。小隊長さんもお疲れ様。とにかく一回イリオンステーブルに戻ろう。ブレイクミッション発生。ブレイクミッション発生。了解だよ、ハロ君。 DO にガンダムエピオンと来れば AC、 アフターコロニーの歴史だね。どうすればブレイク修正は完了するの。次々に別の歴史からデータが入ってくるんじゃ終わらないんじゃない。エドモントンでランバラル隊のグフと出会えれば話は早かったんだけど。以前ガンダムバルバトスと入れ替わったラル隊のモビルスーツが必要なのね。イエスだよ。怪しいのはやっぱりアフターコロニーの歴史。ハラ先輩、そういうことだよね。オペレーションメテオ、オペレーションメテオ。やっぱりそれだね。まずはこの作戦について知っておかないと。犬姉さん、ブレイクミッションを選択して。
おう、任されて。僕だってやれるんだ。行くぞ。ブルーウィング、そうそうだ。準備はできているな。って言います。食エリアで自警団をやってて。アフターコロニーの時代、今度は金星とかじゃないでしょうね。大丈夫、地球圏だから。時はアフターコロニー195年、地球圏統一連合がスペースコロニー軍と対立している時代。地球連邦政府とは違うけど、構図は宇宙世紀と似てるのね。